い。それ、預けるって言わないですよ。重ね重ねすみません。でも、女神様のいる教会なら、この子も幸せに過ごせるだろうと。その後、おかげさまで私も職を見つけて生活も安定したのですが、そうなると子供のことを思い出してしまって。そんで今さら？ずうずうしい。本当にずうずうしいよ。分かっています。それは本当に分かっているんです。でも本当に分かってるの？私があなたの立場なら恥ずかしくてとても出てこられないけど。やめて。私も思うところはありますけど、でもピーシェさん自身が望んでいられるようですし。この方が本当に父親だという証拠はありますの？七賢人の手のものだという可能性もあるんじゃない？本当のパパなの？パパなの？ありがとう。こんな私をパパと呼んでくれて。血縁関係までは分かりませんが、身元紹介はさせていただきました。以前プラネテューノにお住まいになってたことは間違いありません。ピーシェちゃん、本当にこの人お父さんなの？本当なんてば。プルルとしつこい。このままピーシェちゃんを連れて帰っちゃうんですか？はい。私も母親の方も多忙ですし、今日逃せば次はいつ来れるか。ああ、もちろん娘と皆さんがよろしければですが。ピー行く！パパと一緒に行く！もう、何さ何さ！ピー子は私たちより、こんなおっさんのがいいって言うの？おっさんじゃない、パパ。ネプチューヌ、やめなさいよ。おっさんで十分だよ。こんな頼りなくて情けなくて子供捨ててっちゃうようなおっさんなんか。パパの悪口言っちゃダメ。そんなこと言うネプチューヌ嫌い。私だってピーコなんて嫌いだよ。ピーだ。おやめなさい。大人でありませんわよ。じゃあ、お別れの前に喧嘩なんて。なんで私に言うの？悪いのはピーコの方でしょ？違う！ネプテーヌが悪い！ピーシェ、喧嘩しちゃダメ！嫌です！収拾がつきそうにないわね。落ち着いてないで止めてください。すみません。私のせいでこんなことに。そうだ、ピーシェちゃん、これ持ってって。ピーシェちゃんのぬいぐるみ。いらない、こんなのいらない。ダメだよ、そんな乱暴に扱ったら。ここでプルルートが変身するなんて、完全に油断してたわ。だって全然お話聞いてくれなかったから。まったく
取り押さえる方の身にもなってほしいですわ。大丈夫ですよ、もう怖いプルルートさんはいませんからね。アイちゃん、しっかりするです。言っちゃいましたね、ピーシェちゃん。ふーんだ、どこなんて好きに行っちゃえばいいんだよ、ピーコなんて。まだそんなことをおっしゃってるんですの？あんまりひねくれてるようなら、もう一回プルルートが変身して強制してあげれば？やめてください。これ以上アイエフさんのトラウマをえぐらないであげてください。寂しいんだよね。ピーセちゃんと一番仲良しだったの。ネプちゃんだもんね。寂しくなんかないし、仲良くなんかもないってば。やれやれね。大変な目にあったね。もっとスマートに済ませるつもりだったんだけど。ネプテンのバカ、ネプテンのなんか嫌い。ああ、泣かないで。でも女神たちに悪感情を持ってくれたのはご都合かもしれないわね。あ、パパ大きくなった。ああ、恥ずかしかったわ。人前に素肌を晒したのなんて何年ぶりだったかしら。おまけにあんな三文芝居までさせられて。この見返りはこの子からたっぷりもらわないとね。そうね。私が、いや行きます。意外と簡単ですね。これ無理してやんよ。やあ、おしまい。当たって、覚悟してください。よし、倒した。どうしようかな。レベルアップ。やっ
ておかないと。私ここそれ喜ぶほどのことではないわ。こんなのずるいよ。私の番ですね。ずっと私のターンってわけにはいかないんだよね。チェイス！おしまい！おしまい！私もたまには活躍しておかないと。当たって！レベルアップ。私が戦わなければ、それ。私もできました。来ました。チェスト！テリア！チェスト！私もたまには活躍しておかないと。当たって！当たって！私だってこのくらい。どうしようかな。私の番ですね。えい、やりました。私もたまには活躍しておかないと。どうしようかな。いきます。シェアを高めるために手伝ってあげてるのよね。そうね。これは怒っていいレベルだと思うわ。ごめんなさい。もうお姉ちゃんもプルルートさんもいい加減シャキッとして。そう言われてもさ、なんかこう日々の生活に張り合いがないっていうかさ。教会の中静かになっちゃったね。前はもっと賑やかだったのに。お二人ともそんなゴロゴロしていたら子供の教育に悪いですから。いい？いい、コンパ。あれがダメな大人の見本よ。はいです。ネプネプとプルちゃんはダメな大人です。しっかり反面教師として学んでらっしゃるようですけれど、はあ、落ち込んでるのがネプギアちゃんだったら私が慰めて差し上げましたのに。あ、私は大丈夫ですから。それよりお姉ちゃんたちをお願いします。それじゃあ私はプルルートを、残り物は任せるわ。ああ、
でよ。あなたが残り物の方を慰めればいいでしょ。おや、お客さんでしょうか。はい、どうぞ。あの、お邪魔するわ。え、アブネスさん？うわ、また面倒くさいのが来たわね。幼女が普通に入ってきた。いつもの柄っていうのやんないの？いつもいつもやるわけじゃないわよ。あと幼女って言うな。今日はその何の用？気軽に訪ねてこれる間柄ではないはずだけど。気軽にじゃないわよ。すっごく悩んだけど他に頼るあてもないし、だからお願い、誘拐された子供を助けるのに力を貸して。え、誘拐された子供って？ふざけたことをおっしゃいますわね。その子供たちを誘拐したのはあなた方七賢人でしょ。七賢人は抜けてきたわ。私は何も知らなかったの。知ってたら命がけでやめさせてたわよ。それを信じろというの？いかにも嘘くさいのは自分でも分かってるし、本当はあんたたちに頼むのだって嫌だけど、でも今こうしてる間にも子供たちがどんな目に遭ってるか分かんないのよ。だからお願い！ブランちゃん、アブネスちゃん、嘘はついてないと思うよ。私もそう思います。これだけ真剣に頼んでるんですし。お人よしね、あなたたちは。それで一体私たちに何をさせようっていうの？七賢人が誘拐した子供を集めてる場所はなんとか突き止めたの。でも私は普通の人間だし、そこから助け出すなんてできなくて。何年経ってもちっちゃい女の子のまんまってのは全然普通じゃないと思うけどね。うるさいわね。人が気にしてること言わないで。まあとりあえずこれでやることは決まりましたわね。そうだね。いつまでもゴロゴロダラダラしてんのは私らしくないし。いえ、ものすごくネプテューヌさんらしいですよ。ものすごくお姉ちゃんっぽいけど。そこ無粋なツッコミ禁止。あ、そうだ、アイちゃん、コンパ、もし罠だった時のためにこの幼女のことをしっかり見張っておいてね。任せときなさい。頑張るです。だから幼女って言うな。その本当にお願いよ。子供たちのこと絶対助け出しなさいよね。任せて。それじゃあ行ってきます。あのネデスさん、これは一体。なに、レイちゃん、何かご不満？不満というか、状況が全然飲み込めなくて。つまり、ママ！ママ！なんで私がこの子のママになってるんですか？そう、そこよ。すっごく悩んだのよね。本当は私もママが良かったけど、しぶしぶ譲ってあげたのよ。でも世間体とか、ママが二人いることでこの子が将来悩んだりしないかなって思って。そうじゃなくて、なんで、どうして私なんですか？私に隠し事してた罰よ。それにこの子を壊しちゃったのは実際レイちゃんでしょ。隠したのは謝りますけど、私がやったんじゃ。この子が勝手に。え、ママとパパ喧嘩してるの？だから私はママじゃ。そうよ、初めての夫婦喧嘩なの。
やめてくださいよ。とにかくこうしてことが運んだ以上、あの計画本腰入れていくわよ。やっぱりやるんですか。レイちゃんが乗り気じゃなかったのは知ってるけど、いい加減腹をくくんなさいね。さ、そうとなれば急ピッチで進めないと。あなたにもいっぱい手伝ってもらうわよ。うん、よくわかんないけど頑張る。なんで私こんな本末転倒なことに。今度はどんな冒険が待ってるんだろう。作ってたなんてね。七賢人の本拠地もこの近くだったりするんでしょうか。ブランはこの辺りのことをご存知ありませんの？長くこの大陸で女神をやっているのですし。知らないわ。私は自分の国の中にしか興味がなかったから。まったく許せないよね。痛い気な子供を誘拐してこんなとこに閉じ込めとくなんて。でも誘拐事件があったから一緒に暮らすようになったんだよね。 IF ちゃんともコンパちゃんともピーシェちゃんとも。ピーコのこと思い出させないでよ。お姉ちゃんってばまだ怒ってるの？ですわね。そんなに根に持つタイプとは思いませんでしたわ。もう怒ってないよ。たださ、怒りが収まるとこうふつふつと自責の念というか。さすがに別れ際に子供に対してあの態度はないわとかの気持ちがぶわっと湧き出てきちゃって。つまり後悔しているのね。今度会った時はちゃんとごめんなさいしようね。それもな、こっちから一方的に仕立てに出るってのもな。そうでなくてもピーコ、私のことちょっと舐めてるとこがあるし。そうやって素直になれずにいるとまた後悔することになるわよ。あなたが言うと説得力があるわね。どういう意味よ。まあまあ、そんな先のことで悩んでも仕方ありませんわ。まずは目の前のことを片付けないと。ん？もう何ですの？せっかく私が綺麗にまとめようと。ちょい